ちゃ久しぶりに食べるな。頼みましょう。居酒屋なのかカフェなのか。夜は居酒屋らしい。あ、そういうこと。夜は居酒屋なの。キンキラキンですね。え、本当に何でもいいんですか、頼んで。もちろん。え、全員で頼みましょうね。うんうんうん。ウジキンの時かほうじ茶かイチゴミルクどれがいいと思いますか。確かに。うわー、レアチーズ美味しそうですね。うわー、迷う。何にします。やっぱ抹茶一択になってしまう。あー、抹茶は間違いない。コンサバ系なんで。どういうこと。そう、保守派なんで。あー、攻めれないんですよね、こういうところに。ワイモ、ワイモ一回頼んだもん、そればっか頼んじゃう。まだ迷ってる。甘夏レアチーズにするか。甘夏レアチーズにしようか。はい、お願いします。甘夏レアチーズとガトーショコラください。ガトーショコラ一つと、はい、ウジキンとキと、ウジキンとキ一つ、ほうじ茶一つ、頼みな？頼みな？頼み？レッドコーヒー。レッドコーヒーを。あ、もう好きなやつ。一番レディー。一番女子。一番レディーや。何の動画ですか。この間の韓国みたいなやつ。そうです、撮影終わりにかき氷を食べに来た。久々食べるかき氷で。まず浴衣すごい綺麗ですね。浴衣かわいい。2回目 YouTube できる。 YouTube できるのはそうですね。着物とか合わせるともうちょっとあるかもしれない。あー、確かにかわいい。なんかちょっと今日はハッシーさんに選んでもらって、白っぽい浴衣にしました大人な感じですか。ハシさん、コンセプト的にはどうでしょう。コンセプト、この26歳の木島。あー、確かにどういう26歳の木島、大人っぽくいった方がいいぞって。髪の毛もどんな感じになってます。後ろはなんかちょっとすごいねじって止めてる感じ。かわいい、かわいい。シンプルだし、上に合ってですよね、あんまりやらないですか。いつはやってます。適当なんかあの赤ちゃんみたいに見えてくるんです素材を見すぎて。素材を見すぎて、 YouTube の素材を見すぎて。そうそうそう、自分の赤ちゃん。あ、そうです親みたいな気持ちになる。あ、かわいいねーみたいな感じになる。猫やな猫と一緒に理由変えたんじゃないか。結構前に変えてくる。かわいい。どういうオーダーなんか仕事でなんか上から塗ったりとかもするから、あんまボコボコしなくてシンプルだけどなんかちょっとかわいい。ミラーネイルってやつらしいです。あ、ミラーネイル、はい。今日もこの後また収録。どうです、忙しい。まあ、忙しいのが全然普通です。寝る時間もあるかな。最近あのコメント返ししてないの。確かにコメント返ししよう。いいですね。デコルテケアしてますか。でボディクリーム塗ったりはしますよ。それだけ。あ、でもあとなんかハッシーさんが持ってる美顔器とか使ったりする。昨日なんかめっちゃラーメン食べるわけだったんですけど、顔パンパンだった朝。あ、やばかったですよね。塩分が塩分がすごすぎて顔パンパンでずっとこうやってあの美顔器やってました朝。今日浴衣着るのやばいと思って。ちょっと今割と戻ってきたかもしれない。顔パンパンの木島さんって見たことない。いや、ありますよ。全然もう毎日お酒飲んでるからもうどれがむくんでるのか分かんなかった。今日はマジでほんとすごいむくんでます、ね、塩分でも。さすがに昨日は飲んでないですよね。今日終わり一本だけお風呂上がった時飲んだけど、その後ゲーム2時間ぐらいしてすぐ寝た。飲んでた結構やってるまだその塩田さんからのご指導は入ってないですか。ない。むしろテレビ出るとか飲んでいったらいいんじゃないですか新しいあのアシスタントさんの女の子さんがいらっしゃいますけど、はいはいはい、ちょっと姉御肌出してますよね。え、嘘。え、そんなことないよね。姉御肌なんかお姉さんっていう。ほら何歳だっけ。
22です。いいだよね。4つ下ですよ。これだね。子供やもん。よう言うわ。よう言うわ。あまり変わんないか。ハッシーさんのアシスタントさんもう一人いて、その子18歳ですよ。やばいよね。どっちもさ、背低いじゃん。2人でちょろちょろしてるとマジで子供みたいな。かわいい。やば。いや顔よりも大きいぜ。やばくない、これ見て、これ伝わるかな、顔やで、すごい、やば、手のひらより大きいもん。うわー、すげー、すんごいな、これ胃に入るんかな、溶けるか、でも口の中で、甘夏チーズ、レアチーズ、あ、レアチーズ、ふわふわだ、美味しい、涼しげですね、これはめちゃめちゃ冷たい。かき氷だから冷たい。これはいいですね、本当にふわふわなんだけど、多分なんかさ、力入れずにこうやっても貫通するぐらい、マジでほら、お、柔らかい、側にチーズが、これか、すげえ、ほら、これは、あっ、3色揃いましたけれど、宇治抹茶、宇治金時だ、あ、宇治金時か、これは男性のスタイルマンが食べるいちごミルク、すごい、おいしそう、重量えぐいんだけど、すごいね、初めてとこんな大きなかき氷食べるかも。食べましょう。結構あの飛鳥さんは、アシスタントさんとかスタッフさんに喋りかける系です。喋、りかける系ですか私、はい、そうなのかな、ね、好感度高い芸人いやなんかあんま変わらず喋りかけ、確かにツンツンはしてないよ。なんでちょっと様子が若干何かを暴露しちゃった。暴露しちゃった。大丈夫？気配が。実はあのテンション低いの時はありますけど、朝とかさ。あ、まあね。でも顔がさ、できてない時ってテンション低いよね。大体。うん。そうですね。そうじゃん。確かに。そうなんですか。ね、いやでもそう考えるとハッシーさん、めっちゃ暴露持ってるじゃないですか。いや。めっちゃこぼしてる。ハッシーさんの暴露話。暴露話あんまないかな。ないですよね。なんでそんな急にパワハラ。ないですよね。上から押さえつける。若い時はどうだったみたいな。若い時は今よりもっといい子ちゃんでしたよね。ああ確かに。いい子ちゃんっていうか、人見知りが今と違う角度の人見知り。誰よりも年下だったし、ちゃんとしようかみたいなのはすごい。ああ、そうそう、ちゃんとしようかずっと。まあ今でもあるけど、ずっと。確かに若い時の方が強かった。なんか私の友達で一人すごい逆にめちゃめちゃ砕けてる友達が。砕けすぎてる。砕けすぎてる。モデルの友達が。あ、モデル友達が。今も仲いいんですか。うんうん。なんかその時からちょっとお姉ちゃん。ああ。姉御感出してきてるんですね。年を取るごとに素敵なお姉さんになりそうですね。本当ですか。うん、めっちゃ子供ですよ。でもちょっとそのギャップがいいんじゃないですか、子供の部分を持ってたとして。ててんてん、抹茶のかき氷ショコラ、美味しそう。こういうなんか映えなスイーツ食べに行こうとかあんま普段ならへんからさ、嬉しい。浴衣ですね。似合ってます。はい、ありがとうございます。和菓子が、ね、好きなんですけど、やっぱ抹茶系のフレーバーが好きなんですよね。さあ、はい、コメント返しです。しましょう、ポジティブに。妄想彼女。うん、
はい、あのヤバいシリーズな。アスカちゃんがもし彼女だったらマジで幸せだろうな。いや本当アスカちゃんって笑顔も可愛くて声も綺麗でほんまにめちゃくちゃ癒される。ポジティブな要素しかない。ありがとうございます。いやでも私なんて全然上向いて上上向いてガチスって感じでしたよ。これはすごい良かったですね。ありがとうございます。動画終わると突然現実に戻されて辛くなる。ずっと返してくれない。いや、なんで返せばいい。なんで返せばいいですか、逆に。あれじゃないですか、いろいろありがとうとか、うん、見続けてねとか、うん、ありがとうございます。もう500回ぐらい見続けてくれて定期的にあのゲーミングルームの紹介の机とガラスの後ろの棚、うん、どこのですかっていうのがめっちゃありますね。定期的にツイッターではつぶやいてるんですけど、うん、ゲーミングデスクは普通に多分会社とかに卸してるところのサイトから個人で買ったんですよ。オフィスデスク LG なんとかってなんか調べれば多分出てくるんですよ。で棚はそれもなんか、ね、ツイッター載せたんですけど、飾り棚、それもなんか検索してもらえれば多分出てくるんですよ。その検索ワードを載せました。 URL 載せるのはちょっとあれだったんで。うん、あ、そういうことですね。はい、 LED 付き飾り棚とかなんかそういう感じだった気がします。はい、アスカさんちを見ようと思って広告で木島さんが流れてくる。なあ、結構コメントでありましたよ ね。何の広告だろう。コンタクトかな。クリフォアか。クリフォアか。クリフォア。お腹いっぱいだ。これ結構量ありますか。結構量あるよね。美味しかったですか、ガトーショコラは。美味しい。渋い。あ、そうそう、これです。久々にスタッフさんやマネージャーさんからの暴露話も期待しております。暴露話、私どこでも寝れます。だから多分いろんなところで寝てるんですけど、それはめっちゃ知ってると思う。トイレで寝てる。え、話してましたっけ。それは聞いてないかも。 YouTube で話したかな。やべやべ、トイレで寝てたって言って出てきた。腰に行った。いや、なんか長すぎるから見てきてっつって俺は誰かに。あ、すっげえ戻ってこないなと思ってたらもう寝てた。トイレで寝てた。トイレで寝るって体勢どうなの。え、普通にこうやってとか車の中で寝るのと一緒ですよ。持たれるとかなくないですか。持たれるとか確かになかった。普通にこうやって寝てるのかすごっ。最近も眠いですか。いや、そんなやっぱ昔よりはないですよ、眠さは。でも隙あらば出ますね今も。うん、寝る寝る。秒で寝てる。うん、どこでも寝れると。そこでも寝ます。暴露ってほどの暴露は多分本当ですね。ないないよ。クリーンすぎる。なんかブチ切れたこととかないですか。切れてます。マネージャーさんといつも喧嘩してる。まあよくあるのは、はい、今日みたいなこういう白いのを着てる時は絶対こぼす。可愛いエピソードだな。今日こぼしてないですね。今日はちなみに今日はこぼしてませんけど、昨日はあの白い作っちゃった。だからいつも現場中にご飯を食べるときはどんだけ熱くても上に着てね、食べてるんです。でもなんかこの間カレーかなんか食べてて着てたんですよ。で歯磨きいつもするんですけど、うんうんうん、歯磨きして帰ってきたら歯磨き粉ついてた。意味ない。買い取りしなきゃいけなくなったみたいなことはない。ないないない、ないですよ多分。大昔に行ったけど、まあ、不可抗力かな。なんかほら、犬に引っ張られてちゃった。それも可愛いけど、なんか結構現場にいるね、そう、うちらとか冷や汗。犬に引っ張られる。犬と一緒に走るっていう。あ、はい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 、シーンを撮ってて、ワンちゃんがちょっと早すぎて追いつかなかったの。受けました。わーって走り出しちゃって、それに引っ張られたってなって。しかも雨降ってたんですよ。雨降って確か上がった後ぐらい、濡れてて。あの時やばかったですよ、いろいろと。服もボロボロだし、けど顔もね、怪我したんですよ。顔ね、だからちょっとやばかったです。その時点でも撮影止まって。そうで
ですね。ピジャマさん退場みたいな。ピジャマさん帰りましたその。ああ本当。病院。一面打撲。朝みたいな感じ。でも擦り傷じゃなかったから残らなかったんですよ。なるほどね。結構ショックで。ショックでしたあれは。でもその作品を送られるそうなんですよ。結局公開されなかったね。そんなこともありましたね。それだと羽鳥さんの方がよく知ってるじゃないですか、撮影中とか。撮影中の暴露話あるんですか。暴露暴露ないですよ、そんなの。じゃあ、暴露ない女ってことでいいですか。ちょっとおもんない女みたいに聞こえますけど、裏は。いや、そこまで言ってない。まだ、裏がないんですね。じゃあちょっとこの後も健康に。はい、ちょっと泣きます。セーフティー。え、明るい、明るい話題。ちょっと暑いですね。うん、だいぶ暑く、またなってきた。とても良かったと思います。ポジティブなところを切り取って。そんなネガティブな。え、ネガティブなかったですよね。本当ですか。じゃあいいや、ハッシーさんがいてくださったから。ちょっと2人でいたらこうね、ガーシーとかそういう話しない人。ゴシップ。ガーシーさん。それネガティブとかじゃない。それも別だから。ただの噂好き。噂好き、噂好き、噂好き女子。ミーハー。ミーハー。いや、私はあの会ったこともないですかね、皆さん。名前が出てくることはないと思います。はい、はい、はい、それでは、ただただかき氷を食べて雑談するだけの動画だったんですが、皆さんいかがだったでしょうか。今日はね、私は浴衣を着てかき氷を食べてめちゃめちゃ夏らしいことができて大満足です。皆さんも夏楽しんでください。それではこの動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。